ヨシュア・トゥリーはアイルランドのロックバンド U2 のアルバムである。ジョシュア・トゥリーとはアメリカ南西部の砂漠地帯に生えるユッカのキノコと。前作、炎からの3年間、U2 はアフリカ救済、エイズ撲滅などのチャリティーイベントに参加して世界的な知名度を得ており、本作でその人気が爆発する。全米チャートで9週連続1位を獲得し、全世界でのセールスは2。 500万枚を超え、同バンドのキャリアにおいて、最も売れたアルバムとなっている。発売当時、アメリカのタイム氏は、U2 の写真を表紙に載せ、ロック、エス・ホッテストチケットという見出しをつけた。グラミー賞では、最優秀アルバム賞、最優秀ロックグループ賞を獲得。シングルヒットした、ホエア・ザ・ストリーツ・ハブのネームや、I still haven't found what I'm looking for. ウィズ・オア・ウィズ・アウト・ユーは、U2 の代表曲として、ライブでも歌われ続けている。音楽面では、アメリカ文化への系統がより顕著になり、ブルースやカントリー、コスペルなどのルーツミュージックを積極的に吸収し、従来の U2 にはなかった性質さと、骨太さを合わせ持ったコントラストの深い独自の、サウンドを構築している。アメリカ政府の対ニカラグア政策を告発する、ブレッド・ザ・ブルース・会、 イギリスの炭鉱労働者がモチーフのレッドヒルマイニングタウン、チリのピノチェト政権下の行方不明者をテーマにした、マザーズ・オブ・ザ・ディサピアードなど硬派な姿勢を貫きながら、セールスでも大成功した。ローリングストーンの選ぶオールタイム、ベストアルバム500において27位にランクイン。アメリカ議会図書館が毎年公表しているナショナル。 レコーディングレジストリに2013年分の登録作品の一つとして選ばれた。ヨシアトリー・ホエアザ・ストリーツ・ハブ・ノネーム、ウェアザ・ストリーツ・ハブ・ノネーム、アイスティル・ハブント・ファウンド、ホワット・アイム・ルキング・フォー、アイスティル・ハブント・ファウンド・ホワット、アイ・アイム・ルキング・フォー、ウィズ・オア・ウィズ・アウト・ウィズ・オア・ウィズ・アウト・ブレット・ザ・ブルー・スカイ、ブレット・ザ・ブルー・スカイ・ランニング・ト・スタンド・スティル、ランニング・ツ・スタンド・スティル・レット。 ヒルマイニングタウンレッド、ヒルマイニングタウン神の国インゴッズカントリートリップ、スルーイアワイヤーズ、トリップスルーイアワイヤーズワン、トリ,リーヒル、ワンツリー、ヒルエグジット、エグジットマザーズオブザ・ディサピアード、マザーズオブザ・ディサピアード1999年に同名のメイキングドキュメンタリー映像が発売された。U2 のメンバーとプロデューサーのブライアン・イーダニエル・ラノワラが、 制作時を振り返る内容でエルビス・コステロのコメントも収めている。この中にホエア・ザ・ストリーツ・ハブノー・ネームのミュージックビデオ撮影風景が登場する。ロサンゼルス市街地でゲリラ撮影したものだが、この際ボーノがホテル屋上の広告塔から着想した物語が2000年に映画ミリオンダラーホテルになった。ヨシュア・トリーツアー2017ダラス公演2007年には20周年。 記念として、リマスター版が発売された。限定版のスーパーデラックスエディションには、シングルの B 面曲、未発表曲が収録されたボーナス CD と、1987年7月4日に、パリのバンセンヌ競馬場で行われたライブが、収録された DVD がセットになっている。2017年6月2日には30周年、記念版が発売された。 通常版は2007年のリマスターと同仕様。デラックス版には1987年のマディソンスクエアガーデン公演を収録したディスク2が付属し、スーパーデラックス版には2017リミックスや B 面曲アウトテイクが付属する。2017年5月から10月にかけてヨシアトリーツアー2017全50公演が行われ、約270万枚のチケットが売れ。 約360億円の興行収入を上げた。当ツアーでは、ヨシア・トリーに収録されている11曲を、トラックナンバー通りに演奏するという試みが行われ、ライブで演奏されたことのない、レッドヒル・マイニング・タウンも初披露された。ステージには、縦41メートル横61メートルの、超大型八クレットスクリーンがセットされ、アルバムジャケットを撮影したアントン・コービンによる、 映像が投影される。2019年には、オセアニアアジア地域を回る、ヨシアトリーツアー2019を開催し、13年ぶりの日本公演を行った。ロック市に残る重要な一枚、U2 の名作中の名作、ヨシアトリーの30周年記念版が6月2日リリース。ユニバーサルミュージック2018年7月28日閲覧。 500Greatest a l b u m オ of All t i U2 The Joshua Tree Rolling Stone 米国議会図書館将来にわたり保存すべき録音資料として U2 のザジョシュアツリーなど25作品を追加カレントアウェアネスポータル2013年4月5日閲覧 U2 の名版ヨシュアトリー本日発売8月には U2 の全 オリジナルアルバムが待望の紙ジャケットリリース決定。ユニバーサルミュージック U2 ヨシアトリーツアー2017が終了総収益は約360億円を突破ビルボードジャパン AB U2 巨大スクリーンが圧巻のヨシアトリー再現ツアーがスタート。 オークミューザク、https コロンスラッシュスラッシュ okmusic.jp、ok、スラッシュニューススラッシュ1745452018年7月28日閲覧。ライブレポート、U2、メモくらむような巨大スクリーンと、強烈なメッセージ。バークス、https コロンスラッシュスラッシュ www. バークス .jp スラッシュニューススラッシュ。 リイイード =10 億17万55612019年12月5日閲覧ありがとうございます。